久しぶりね、ジョー。髪を切ったんだね。おかしい？いや。君！君！しっかりしたまえ！フランソワーズ、病院へ連絡を。どう？ああ、よく眠ってるよ。大丈夫かい？怖がることはない。僕らはブラックゴーストじゃないよ。君はブラックゴーストに追われてるんだね。よかったら訳を聞かせてもらえないかい？力になれると思うよ。父が彼らに協力することを断ったのです。それでお父さんは？お屋敷に連れて行かれてしまいました。父はウィッシュボン、私はヘレナと申します。僕はゼロゼロ、いや島村城、日本人だ。ヘレナ、その屋敷の場所を教えてくれないかい？もしかしたらお父さんを助けられるかもしれない。動くな。ジョー、何を？ヘレナ、君はブラックゴーストのスパイだったんだろ？違います、私は。本当のことを言うんだ。私は三つ子なんです。私たち兄弟は生まれつき、お互いにどんなに離れていても意思を通じ合えるんです。その力をブラックゴーストにスパイとして利用されていたのです。じゃあ、あとの二人は？今でも囚われています。ヘレナ、教えてくれ。ブラックゴーストの基地はどこにあるんだ？やめてください、今度こそ殺されます。ヘレナ、ここで奴らを叩いておかなければ大勢の人が不幸になるんだ。ジョー、場所を教えてくれ。みんなを呼ぼう。また戦いが始まるのね、フランソワーズ。分かってるわ、ジョー。すまない、フランソワーズ。よう、009。久しぶりだな。俺たちを呼ぶとはよほど大事らしいな。ああ、みんなに集まってもらったのはブラックゴーストの基地の場所をつかんだからだ。作戦を立てて今度こそ決着をつけるんだ。みんな紹介しよう。ヘレナです。彼女のお父さんがブラックゴーストにさらわれたのが事の起こりだ。え？奴らはエーゲ海の火山島マグマを本拠地として武器を密売した。もう夜明けだ。少し休んだ方がいい。おやすみ、ヘレナ。ジョー、なぜ本当のことを言わなかったの？ゼロゼロナイン。ギルモア博士、どうしたんですか？ゼロゼロワンにミルクを飲まそうと思ってな。ゼロゼロスリーを探しておるのじゃが。そう。ゼロゼロスリーなら、さっきヘレナと一緒にいたぜ。ヘレナならもう部屋にいるよ。ヘレナ。ゼロゼロナイン、ゼロゼロスリーは車でどこかへ連れ去られようとしている。現在位置は北西の森の中の。よ
なんだって眠ってしまった。しまった。まだ遠くへは行っていないはずだ。追うぞ。